セクストス・エンペイリコス、セクストス・エンペイリコス、A、セクスタス・エンピリカス、2世紀から3世紀頃は、アレクサンドリア、ローマ、アテネなど様々な土地に住んだと言われている医学者、哲学者である。彼の哲学的著作は、古代ギリシャ、古代ローマの会議論として、ほぼ完全な形で現存している。医学的な著作については、伝承によれば彼自身の名にちなんだ。 経験主義インペリック学派、アスクレピアデス・アスクロープデスの校を参照に属していたとされる。しかしながら、著作中において少なくとも二度、自分自身を、方法主義、アイムイターディック学派に近いところに置いており、またこれは、彼の哲学からも伺い知られることである。ペロン主義哲学の概要アウトラインズ・オブ・ピレネザム、そして、数学者に対して、アゲンスト・ザ・マシュマティションス、 アドバースマシマキコスという題名の同名作、一方はおそらく未完が2作、計3作が現存している。数学者に対しての前半6巻は、教師たちに対してという題名で知られているが、伝統的にそれぞれの巻に固有の題名が付けられている。文法学者に対して第1巻、修辞学者に対して第2巻、幾何学者に対して第3巻。 三述家に対して第四巻、天文学者に対して第五巻、音楽家に対して第六巻。これらの著作がセクストスの裁判年の、それゆえ完成された形での著作であるとされている。数学者に対しての第七巻から第十一巻は完全な形で現存しているわけではなく、学者たちによれば少なくとも一、多くて五巻分の著作が失われている。 現存の部分には、論理学者に対して、第7、8巻、医学者に対して、第9、10巻、倫理学者に対して、第11巻、という通名が当てられている。数学者に対して、第7から11巻については、独断主義者に対してという題が当てられ、別の著作とされることがある。そうであれば、論理学者に対しては、第1、2巻、医学者に対しては、第3予感、 倫理学者に対しては、第五感と呼ばれることになるが、第一感の前に失われた部分があることを覚えて、置かなければならない。ちなみに、数学者に対して、と、ピュロン主義哲学の概要という題名以外は通名で、あって、著作中に出てくるものではない。セクストスは、あらゆる信念に対する判断を停止するべきだ。 すなわちある信念についてまであるとか偽であると判断することを控えるべきだと主張する。この立場は、ピューロン的会議論として知られている。セクストスによれば、この立場は、アカデミア的会議論、すなわち知識そのものを否定する立場とは一線を画す、ものである。セクストスは知識そのものの可能性を否定することは、しない。真なる信念として、何かを知ることは、 不可能だとするアカデミア的会議論の立場をセクストスは批判するのである。その代わりにセクストスは信念を放棄すること、すなわち何かを知ることができるかどうかという判断を停止することを提案する。判断停止することによってのみ、我々はアタラくしや心の平安を得ることができるのである。セクストスはすべての事柄について判断停止をすることも 不可能ではないと考えた。なぜなら我々はいかなる信念をも用いず、習慣に従って生きることもできるからである。セクストスは我々の経験、例えば心情や感覚に関する主張を肯定することはできると考える。すなわち、私はこう感じるとかこういうものを知覚するという主張 X について、X であるように思われるということは可能であるというのである。 しかしながら、このように言うことはいかなる客観的知識も、外在的実在も含意しない、と指摘する。というのは、私は、私が味わった蜂蜜は私にとって甘いということを知っているかもしれないが、これは主観的判断に過ぎず、蜂蜜そのものについて何か知っている言うことにはならないからである。以上のように、セクストス哲学を解釈する注釈家として、 マイルス・バーニエット、マイルズ・バーニットや、ジョナサン・バーンズ、ジョナサン・バーンズがいる。それに対して、マイケル・フレイで、マイケル・フレダは異なった解釈を提示している。彼によれば、理性や哲学や詩弁によってたどり着いたのでない信念であれば、セクストスは認めるとされる。例えば、内容に関わらず、会議論者の共同体において、信念とされたものなどである。この解釈を取るならば、 会議論者は神を信じたり、信じなかったり、美徳は善であると信じたりするだろうが、美徳が本性的に善であるからそう信じるわけではないのである。ピュロン主義哲学の概要の定番となっている版は、出版業者のアンリエティエンヌ、ヘンリエティエンヌが1562年にジュネーブで出版したラテン語訳が付された版である。セクストスの 概要は16世紀から18世紀にかけてヨーロッパで広く読まれ、中でもミシェル・ド・モンテーニュやデイビッド・ヒュームに深い影響を与えた。また、ピエール・ベールの歴史批評辞典によってもセクストスの思想は世に知られるようになった。ピューロン主義の遺産については、リチャード・ポップキン、リチャード・パプキンのエラスムスからデカルトまでの会議主義の歴史とピューロン主義への道座。 ヒストリーオブスケプティスザムフロム、エラスムスツー、デカルトハイロードツーピレ e z ザムが詳しい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。